林スマートアシストの こんな感じでしょうか。はい、ここから峠を越していきたいと思います。ファントコスタの RS SA で今峠を SA 仕様ですね。このラインきれいに SA スマートアシストがついてますので、こちらが前方の空間ですね。こちらで車端距離とか障害物を感知して、前に障害物があると衝突しないようにブレーキを押さえしたり、ランダムを示します。またランダムに助手席の後方、下を見るような柵になっています。リアを見ます。
ポーツを楽しんでる子供さんたちには、雨の日ですとか濡れた時にこの室内で立った状態で着替えをしたりできるので、一番前にあった状態です。拳一つ二つ以上はありますし、こちらが一つ二つ三つ四つ